君たちも噂話なんかに興味があるとは。確かにうちに来ている客はその話題で持ちきりだ。流行の話題というより都市伝説みたいなものだがね。俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。おい、怖い話じゃないよな。怖いということは別にないが、まあ少なくとも大多数の人にとっては闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄譚だ。さっきなんか言ったか。聞いてなかったんだな。だから闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、悪い奴らを成敗する謎に包まれた人物らしい。正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、ま、酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。話によると目撃者は数人いるようだが、夜中だったから顔までは分からなかったらしい。それがその英雄が夜にしか姿を現さない理由かもしれない。少なくとも闇夜の英雄の話は嘘じゃないことは確かだ。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみたらどうだ。お客さんの注文の邪魔はしないでくれよ。闇夜の英雄か、どこにでもあるような話だけど、ただなんというか少し影があるような。一体どんな人なんだろうな。時間があったら広場で話を聞いてみようぜ。俺は諦めないぞ。何になさいますか。闇夜の英雄はね、この私よ。冗談よ。はあ。私が本当に言いたかったことは、あの人からは私と似た雰囲気を感じるってことよ。似た雰囲気？育成層の夜、ずっと問答を守り、己の正義を貫いて信念を守っている姿がね。マーガレットってそんなにすごいやつだったっけ。
いえ、その英雄さんはお金持ちだって話。はぁ？持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の常。英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。そうでしょ？そんなことないわよ。私はただ毎日不自由なく暮らせているだけに過ぎないわ。ほとんど同じ意味だろう。キャッツテールのオーナーなんだからな。そうだ、縄文の衛兵に聞いてみてはどう？遅番の人なら何か目撃しているかもしれないわよ。どうせ君もモンドの酒の目当てで来たんでしょ？なあ、聞いたことあるか？君たちも闇夜の英雄に興味があるんだな。何を隠そう、俺も闇夜の英雄の目撃者の一人なんだ。おお、早速当たりだな。なあ、闇夜の英雄って一体誰なんだ？まあそう焦らないでくれ、順を追って話すから。あの夜、見回り中の俺は変わった物音を聞いて急いで現場へ確認しに行ったんだ。そしたら何者かが数人こそこそと何かしようとしているのを目撃してね。だから俺は急いで隠れた。おい、衛兵なんだろ？その瞬間あの人が現れたんだ。そのものがまとう黒い服はその存在を完璧なまでに闇夜へと溶け込ませていた。悪人たちにとってそれはまるで音もなく忍び寄る悪夢だろう。おへー。そして俺はどうしたと思う？悪いことをしてない俺がどうして逃げるんだ。だが現場から離れたのは事実だ。何せ闇夜の英雄の前では俺なんて足手まといだからね。だから俺は騎士団の寮へと確認しに戻ったんだよ。ああ、あの者のように正義感があり自ら門戸を守る人間が騎士団に入っていると思うのは当然だろう。けどそれは俺の思い違いだった。寮を確認したけど誰一人として外に出た痕跡はなかったんだよ。じゃあ騎士団の人じゃないってことか？そうなるね。しかしどうしてもわからない、あのような人がなぜ騎士団に入らない。あの者の実力なら騎士団で活躍するのも難しい話ではないのに。結局お前も闇夜の英雄の正体がわからないのか。そう落ち込むな。少なくとも騎士団のものじゃないってことはわかっただろう。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。あそこの女性は彼に助けられたことがあると聞く。はあ、私ってば悪い女。浮気なんかしちゃダメなのに。なあ、闇夜の英雄について聞きたいんだけど。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい。
みたい。でもどうしてその人のことを考えてたって分かったんですか？まさか顔に出てたとか？もうどうしよう、ディルック様に見られたら誤解されちゃう。あ、今ディルックの旦那のことを言ったか？わかりました。こうなったら洗いざらい喋ります。もともと私が慕っているのはディルック様お一人ですが、あの夜闇夜の英雄に救われてから自分の気持ちがわからなくなってしまったのです。じゃあ闇夜の英雄を見たんだな。どんな顔だった？実はあの時あまりにも怖かったのでよく見てなくて、覚えてるのは心が安らぐような炎の光と、なぜか見覚えのある後ろ姿だけ。そうかもしれません。言われてみるとあれは炎元素の神の目だったかも。周りの闇を一気に照らすほどでしたので、すごく印象に残っています。わかった、情報ありがとう。これまでの情報をまとめると、セピロス騎士ではない、神の目を持つお金持ち。おいらには見当もつかない。ここまで調べたんだから、やっぱこの目で確かめたいよな。夜の城内でも歩いてみるか。運が良ければそいつと会えるかもしれない。夜になったな。城内を歩いてみるか。運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。タンポポ？巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？そんなダサい名前、まさか君がつけたのか？はあ？本人なのに知らないのか？今、このモンドは闇夜の英雄の話題で持ちきりだぞ。くだらない噂話だ。まあ、平和であることの証拠でもあるのか。ひひっ、これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん。その名で呼ばないでくれないかな。いたたまれない。だよな。闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。せ正義。
義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ。アビス教団だ。また追い面か。最近何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。そしたら誰が誰を手伝っているのかわからなくなるだろう。騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。昔のことだ。話す必要はない。君たちの話し相手に付き合ったんだ。一つ頼まれてくれないか。あ、なんだ。僕の正体を内緒にしてくれ。特に騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。あれ？今何か音がしなかったか？アビス教団の援軍か？ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。物音がしたような気がするが、何か異常はなかったか？異常？ないよ。あ、闇夜の英雄のことか。それなら。闇夜の英雄？まさかあったのか？そう、実は正体はこいつ。おお、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。だ、そんなにかしこまらないでくれ。なんだか照れるだろう。いや、待て。お前たち、最近モンドに来た旅人だよな。お前たちがモンドに来る前から闇夜の英雄の噂はあったんだが。なぜ嘘を吐いた。まあいい、お前たちが悪い人間じゃないのは知っている。だが闇夜の英雄の件で後日騎士団に来てほしい。この場所では言えないこともあるのでね。仕事があるからこの辺で失礼するよ。お前たちも気をつけてくれ。